はい。皆さん、こんにちは。横巻2です。ちょっといつもと変な、変な感じになってますね。はい。えー、今日はですね、えっ、ー、と、これ別にあの、バグってあるわけわ、バグってるわけではございませんので、ご安心ください。ちょっと編集して、変な感じにしてみました。はい。えーと、今日はですね、えー、僕が今欲しい、まあ、N ゲージをちょっと紹介しようかなと。 まあこういう動画はまだ僕出さないので、ちょっと今回はね、こんな時間なんですけど、ちょっとやっていこうかなと思います。ということでですね、今日は今後僕が欲しい、まあこれ欲しいなと思ってる N ゲージを、ちょっと紹介したいと思います。それでは、どうぞ。えはい。えー、今回紹介させていただくのは、ちょっとランダムで紹介させていただきますので、特に発売ビジュンとか、特に順番はございません。ただ、適当に欲しいものをどんどん紹介していきます。 まず一つ、これ欲しいものというか絶対買う予定なんですけど、加藤さんから発売される285系、二八五系のサンライズエクスプレス、サンライズですね。これはやっぱり絶対欲しいです。まあ、なぜなら、先月、4月にサンライズ瀬戸にまあ乗車したということでね、これはやっぱ買わないといなと思いまして。まあ、前からあの欲しかったんで、これは絶対買うとは決めていたんですけど、絶対買います。で、しかも、ちなみに買う編成はですね、 例番台の方にしようかなと思っております。つまり、西日本仕様になりますね。こちら。こちらを買おうかなと思っております。まあなぜなら、なんと、乗った編成と同じなんですね。トップナンバー編成なんですよ。ということでね、これは絶対買おうということで。えー、まあ本当は、こっちの3000番台のね、東海仕様も欲しいんですけど、 1>, あまあ1万9000というか高いんでね高いんでねまあヨドバシだたらもうちょっと安いんですけどでも高いどっちにしろ高いので2つはちょっと買えないなと思いましてまあそれと本当は14両編成まあやってフル編成やりたいんですけどまあ自宅のレイアウトに14両入らないということでまあそういうのを兼ねてまあ7両とまあ例番台にしようかなと決めておりますはいまず1つ目がこちらです はい、えー。次にこちらです、えー。同じく加藤さんで発売される予定の289系クロッシュです。えー、これはですね、えっ、ー、と、もともと、何でしたっけ ?683 系の2000番台ですよね。これをですね、えー、改造して、まあ、あの、何て言うんでしょう。直流化っていうんですかね。まあ、説明欄にも書いてあるんですけど、それに改造した、したという、まあ、神経式の289系って。 いう車両なんですけどこれもすごく、まあ、気になっておりましてこの間サンライズ乗った時に、えーまあ、夜中だったんでよく、まあ、見えなかったんですけど、まあ、車内から、えー、車両ど,どこがどこだったっけな忘れちゃったんですけど、えー、と車両基地があってそこにこの黒潮が止まっていましてあとコウノトリの方も止まっておりまして見た瞬間めっちゃ欲しいなと思って <laughs> てか前からこれはねちょっと気になっていて。 えー、欲しいなとは思ってるんですが、はい。一応これも気になってはいます。はい。で、予定がいつでしたっけ発売予定が。ちょっとわかんないんですけど、まあ欲しいと思っております。僕は。まあ買うとしたらもちろんこの、基本セットと増結セットも両方買っちゃいたいなとは思っております。ただお金が結構高いので、まあ、 最悪基本セットのみになるとは思うんですけど、まあ、どうせ買うならね、増結させたいんで、これも買うと思います。まあ、あくまで予定ですが、これも考えております。はい、3つ目がこちらになります。加藤の、また加藤になりますけど、加藤の223系2000番台ですね。新快速、えー、8両編成になっております。これは確か今売ってなくて、なんか11月頃になんか再販売、 されるとかそういう情報を聞いてたんで、まあね、その、まあ11月なんでまだまだ先なんですが、まあ欲しいなとは思っております。まあ223系大好きで、まあ結構加藤さんリアルに作ってありますのでね、ずっと気になってはいたんですけど、はい。今は確かあんま売ってないそうなんで、まあその再販売するのを待とうと思っております。はい。という感じです。はい。えー、こちらもまた加藤さんの 今度は E233 系8000番台南部線6両セットですね。えー、実はこれもすごく気になっておりますね。まあ E233 系をまあ集めているということで、もちろん欲しいんですが、あの、本当だったらね、もう発売日で買おうとまあ思ってたんですけど、その時確か VSE を購入してしまってお金がなくなってしまったので、えー、この間のあの、189系買った時、これと悩んだんですけど、あの時はまあもうあっち買っちゃったんですけど、これもそのうち、 欲しいななんて思っております。やっぱり、デザインがすごい好きですね。そのうち絶対買いたいと思っております。ただ、いつ買うかはまあ未定でございます。はい。っていう感じで、まあ今後、まあ僕が欲しい N ゲージをちょっと今回はさらっと紹介してみました。まあそんなにいっぱいあるわけじゃないんですけど <laughs>、はい。まあこんな感じで紹介してみました。もちろんこれ絶対買うって決まったわけじゃありませんし、まあ欲しいなと思ってるだけなので、 まあこれ絶対買うってわけじゃないのでね。はい。そういう感じです。だから急遽変更して違うの買う可能性もあります。はい。ということで今回はそんな感じで紹介でした。終わります。見てくれてありがとうございました。